川湖は中国関東と東南アジアの一帯でよく見られる平たい、ライスヌードルである。1860年頃の甲州佐賀に源を発するので佐賀粉とも言う。各地で異なる名前を持つ。中国、関東省広州市の川湖炒め。甲州市番国観光村にて、関東省長州市では川湖や城と呼ばれる。 少数民族チワン族の厳重地である高生の観光地競輪では、キリコと呼ばれる。川湖は、上よりも幅広のライスヌードルであるが、香港や甲州などでは、台風の食い手屋をも出す店が増えている。東南アジアでは、本来は、長州出身の家境がもたらした長州料理の一つである。現在では、民族的な質地には関係なく、広く一般に食べられている。 名称も、長州の上に近いものが多い。クアイティオナーム体では、上からクアイティオという。麺はその幅により幅の太い仙や、細い仙藍、極細の仙藍に分けられる。仙藍と仙藍は普通な場面として、仙藍は乾麺として流通している。代表的な調理法としては、スープの有無により大きく汁る麺のクアイティオナームと、 スープなしで、チャーメンのクアイティオヘインに分けられる。どちらも、屋台や食堂、デパートのフードコートなどで広く提供されている。一食の量は、日本のラーメン等と比較して少なめで、軽めの食事や間食に、ちょうど良い量である。クアイティオナームのスープは、鶏ガラなどで取った出汁に薄く、塩味がついたもので、タイ人はさらにテーブルの上に用意されたナンプラー、砂糖、粉唐辛子、 唐辛子の酢漬けを使い、自分で味を調節して食べるのが普通である。タイ料理は一般にスプーンとフォークを使って食事をとるが、このクアイティオナーム及び小麦粉麺のバミーナームは箸を使って食べる例外がある。ただし箸を使うのが苦手なタイ人はスプーンとフォークを使って食べている。クアイティオセンレワパッタイ、クアイティオセミアイは ラオス風のカオソーイにも用いられる。プノンペン風クイティウカンボジアでは、クイティウ、またはカーティウと呼ばれる。屋台や食堂、デパートのフードコート、ホテルのレストランなどで広く提供されている。タイのクワイティを同様、一食の量は日本のラーメンと比較して少なめであり、軽めの食事や間食にちょうど良い量である。スープは豚骨ベースで澄んでおり、 塩味が効いてさっぱりとした薄味である。味にアクセントをつけるために、くし切りにしたライムと共に供されることがある。また、トゥックトレー、チリソース、醤油、唐辛子系の香辛料を適宜加えて食べる。具材は肉や野菜など種類が豊富である。肉は素材としては牛肉、豚肉が用いられ、形態はひき肉、肉団子、 薄切り肉など様々である。クイティウサイコーは、薄切りの牛肉と、牛肉団子入りのクイティウ。クイティウコーサイチュルクチエンチラームダ・ボンキーヤは、スープが別になったクイティウで、トゥックトレイ味の豚ひき肉とエビが入っている。フーティウナム版ベトナムにも関東省長州市の城や、広州市の川湖などと酷似した平麺があり、バインホーと呼ばれる。バインホーは、 生麺として流通し、汁麺仕立てにして食べられる。最も人気がある麺料理は北部ハノイ生まれの方である。なお、バインはこねたものの総称を指すベトナム固有語であり、麺そのものをバインフォー、麺料理となったものをフォーと呼ぶ。フォーの語源はフランス語の炎であるとされる。ベトナムにはフォア族も多くいるが、これはジ人の民族料理ではなく金属を中心に、 全国的に食べられる。また、カンボジアのクイティウから派生したフーティウもあり、こちらは南部サイゴン発祥の料理である。マレーシア、シンガポールでよく見られる、チャークイティオマレーシアとシンガポールでは、クイティオと呼ばれる。主な調理法に、チャーメンのチャークイティオがある。デビット・トンプソン、タイフード、テンスピードプレス。 p163 から64、ISBN1 から580084621バッハ、NGO&、クロリア・ツインマーマン、ザ・クラシック・キュージーヌ・オブ・ベトナム、バロン SP25 ハット NGO& ツインマーマン、p584、オックスフォード・ディクショナリーズ。2010年4月、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス。NGO& ツインマーマン、 P233 から34ありがとうございます。